今日は石垣貝です。石垣貝、まさに今が旬ですね。これは非常にレアな貝です。海底から見るとこうやって群生していて石垣のように見えるから石垣貝とも言われてますが、本当のことは僕もよく知りません。旬としては6月ぐらいから7月、8月ぐらいかな。2月から5月ぐらいが鳥貝が出てきて、鳥貝の後にこの石垣貝ですね。非常にクリーミーで甘みもあって、僕は好きな貝の一つですね。今日はこれをやっていきます。石垣貝は典型的な二枚貝ですね。まず殻を外します。4箇所ある柱を切ってから中身を外します。石垣貝、下処理は簡単ですね。難しくないです、そんなに。ホッキ貝とかと似たような感じですかね。4箇所の柱を切って、中を取り出します。本当に2ヶ月ぐらいしかないかな。7月、8月ぐらい。本当に貴重な。今は陸前高田で養殖があって、もうそこだけじゃないかな、実質。天然物はなかなかない。本当に手に入らないと思う、なかなか。はい、まずは開いていきます。ちょっとねカーブしているので、本体が少し包丁を使ってきれいにカーブに沿って開いていきます。それから、余分な綿とか紐とかを外していきます。ここですね、包丁を角度つけてあげないと切れちゃって半分になっちゃいます。開いて余分なものを取るだけなので、そんなに難しくはないです。これでうちは2日分かな。いつもだいたいこのぐらいですかね、うちは仕込むのは。特徴としてはね、こう磯の香りも含まれつつ、でもそんなに強くもなく癖もなくて柔らかくて、ホッキ貝とかとちょっと似てるね。鳥貝とか粒貝みたいなコリコリ系ではないです。柔らかい。だけどしっかり食感もあって、甘みが強いのと、クリーミーな感じ、それから強すぎない磯臭さが特徴かな。僕は好きな貝ですね。綺麗ですね。ピカピカしてますね。はい、じゃあ握ります。